サンゴアは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。川の関サンゴアは、北を水路整備された、大沼川と、西側を、大沼川支流と境界を接している。コミューンは、非常に起伏が激しい地形をしており、ノアール山地の峰がいくつかある。大沼川国にある、コミューン南端の山ロック、エイチアン・エウトルは、標高304メートルである。 メネス・アン・ダグさんの麓にお出川の水源がある。一部の作家たちによれば、サンゴアの名の発祥は聖パトリキウスの弟子で、アイルランドで司教となった、ワーズック、または、グワゼックから来ているという。名前が記されたのは遅く、これが、唯一のサンウェイゼックであった可能性がある。その名は、文字通り、水源や流れのある、豊かな谷を意味する。サンゴアは、 コンコルダートの時に、ラズ教区から分離されて独立した教区となった。サンゴアはかつて二番手の小教区であった。サンゴアはかつて封建領主である、ラズ領主に依存しており、ラロッシュやラズの教区は、コルネアイユシ教座に属していた。以下の名称がかつて書き残された。セインとゴゼック、セインとはゼック、セインとゴゼックである。1486年、ラズ領主たちは、 サンゴアにあるメングルズモゲールと呼ばれる場所で、スレート石の切り出しを行っていた。15世紀から16世紀にかけ、サンゴアのスレート石で、カンペールのサンコランタン大聖堂やルーアンの三幕ー教会の屋根が吹かれた。1601年、トレバレズの城と荘園は、ジャンドランロへの所有だった。この土地は1623年に、ラ・ロッシュエラズ公爵夫人、 アンヌド・コアタヌズルとその家族に継承された。その後土地は、取れバレずに住むケルヌズヌケのものとなった。そしてトレゴアゼックの土地は、モンジャレド・ケルジギュケが直後に取得した。面積は2600ヘクタール、農地は1200ヘクタールで40箇所の農場に分割されていた。700ヘクタールは荒れ地、700ヘクタールは森であった。サンゴアは、 過去数世紀にかけ行われていた材料を森から調達したサボ製造と炭焼きで知られていた。スレート石の切り出しは1950年代から1960年代にかけて中断された。リック石場はブルターニュ最外級の規模であった。深さ80メートル、全長180メートル、幅は160メートルあった。元々は メングルズモゲールの名で創業していた。1866年にケルジェギュケが採石場の名を変えた。1904年には170人の石膏が働いていたが、第一次世界大戦と世界大恐慌が原因で減少した。第二次世界大戦後に閉鎖されたが、1960年代から1980年代に、ささやかであるが一時的に職人の手による採石を、 再開していた。1847年、ルイド・ケルジェギュによって、トレバレズ農業学校が開校した。1865年、本校が、ノワール山地中心部にあるケルバゼックに移転した。面積188ヘクタールのうち40ヘクタールが、農地、16ヘクタールの牧草地、118ヘクタールの森林を持つ農業高校は1866年に開校した。 学校で毎年十数人の実習生が学んだ。農業学校は栽培、考え、排水、飼料のやり方など、新しい方法の普及に努めた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE トレバレズ女フランス歴史文化財。1968年にフィニステール県議会によって修復された。ありがとうございます。